おはよう。おはよう。今日は斜め分けにした、かき揚げにした、似合うかき分け。あ、なんかさ、アイロンでやってみよう。アイロンでなんか、あの、なんつうの、こういう風にしてさ、こっちもこうやってやってさ、うん、そういうのをやってみようか。うん、こうもっとボリュームを出して、やばっ、つうかさ、カシンくんさ、昨日の深夜3時見た限りでは 家の前に車あったんだけど、まあ、今見てないんだけどさ、今日は朝起きて あれしようと思ったら寝ちゃった。カシミ君、こうかな。どうなんだろう、違う？あ、イビファンタで T シャツプレゼント、こういうことなのかな。あ、ティーキーありがとう、ジュゴさん、どうなんだろう、こういうこと。あ、うまいんじゃない。こっちもこれでメイクしたら、もしかして史上可愛くなれる。そう、私もでもストレートが好き。確かに、うん、そうなんだよ。お金あるんだからもっと綺麗なところさ。いやいやいや、お金ないですよ本当に。何を言ってるんですか、プラタヌさん、何を言ってるんですか。まあ、こんなもんかな。あ、ちょっと、じゃあこっちはこれでいいのか。こっちだけ外跳ねして、今日ちょっと出かけようかなって思ってて。あ、ヘアピン、まあいっか。出かけようかなって、今日は久しぶりのおかん登場。なんとですね、ちょっとリスナーさんからの大量のイクラが届いたんで、手巻き寿司パーティーしようかなって。これだけあげようかな、これだけ。あとは一人で食べたい、丼にして。これすごくない？やばいよねこれ。まあしょうがない
いつもお世話になってる家臣くんにも食べさせてあげようかな。イクラとキュウリの巻きみたい。あ、キュウリあったっけな、うちに。あ、キュウリある。キュウリあるし、あとなんだろう、レタスある。なんかサラダ巻きとか卵とか、卵、あ、お米炊かなきゃ。お米がない。ちょっとお米炊きます。やべ、洗うの忘れてた。あの卵、大葉はいいよ。卵を卵焼き切ってあれして、レタスとキュウリと、なんだろうね、なんかの刺身とマヨネーズで食べたら美味しいよね。好きなんだよね、サラダ巻き。ちょっと刺身は買ってくるの忘れたから、おかんに今あのお使い頼んでる。お使い、カニカマ、あカニカマ巻きかな。じゃあ、アボカドとかね。多分うちの周辺にいると思うから、さすがにちょっとおかんに家臣くん合わせたら、多分さすがのおかんもびっくりしちゃうから、おかんが帰った後家臣くんに、まあ、いくら食べさせてあげてる。よいしょ。いや、私そんなでも家臣くんにさ、お世話になってるって。そもそも家臣くんにお世話になってる。ありがとう、ふわカップ。十五さんありがとう。誰、十五さん誰かな。姉ちゃんかな。D ちゃんかな。定期も嬉しいな。よし。とりあえず2号でいいよね。2号で。ちょっと、うん、あ、みんなふわカップお願いします。まあ、総合、あの総合がわ7位から15位になって、12,800ポイント。なんとかしなければ。うん、ありがとうございます。なんとかしなければ。とりあえずどうしようかな。出かけるし、あとででっか着替えんの、うん、ありがとう。ありがとうね、きえちゃん。アイコスがない。キュウリと計量カップ。あ、そうだ、おかんに電話しよう。かまぼこと卵、ん？かまぼことアボカド、アボカド。あ、でもアボカド調理するのやだな。
ありがとう。もしもし。はい。ねねね、あのさ、何時に行くの、スーパー。今病院にいるから終わったらすぐ行くけど、なんで？あのカニカマも持って、あのあったらちょうだいじゃ。うん、分かった。うん。何時に着く？6時？だってほら、まだ分かんないよ。とりあえず6時までには着くけど、今病院でちょっと並んでるから。うん、あ、そうなの。あ、あとさ、うんうん、あのさ。おかんがまあ6時に来るかな。6時。ああ、ありがとう。背もたれのたくまが来てたやつは新しく何なの？あ、違う、これあの人形にしたの人形にしてみた。今これ背もたれにしてる。ありがとう。あ、似てるって言われるね。でも私より癖強いよ、うちのおかんって。私よりもあの結構すごいよね。初めて見る人いるかな。怖かわそうかな。そう、枕にしてたけど、あの最近は背もたれにしてる。こうやって、あ、楽だな、背もたれあると、うん、性格かし全然似てないから、全然似てないです。まゆちゃんが鬱の時お母に頼りにならないって言ってなかった？頼ったことないね。うつの時絶対会わない方がいいよ。あの余計に追い込まれるから。なんかすごい軽く言ってくんの。あんたそんなことで悩んでばっかみたいとか。なんかね、しんどい時はねマジで会わない方がいい。そんなんで落ち込んでんの？バカじゃーんとか。ガチの時は絶対に会えないな。そういうタイプ。悪気ないんだけどさ。そうそう、そう、傷をえぐられる。で、兄弟何人か本当に、あ、兄弟全員こいつを本当殺そうって思ったことあると思うよ。うち5人兄弟みんな。私も本格的にこいつ本当抹殺しようって思ったこと何度かある。まあ10代の時だけど。あとね、マウント取ってくるマウント取ってくんだけど、うん、いや、おっかんは、いや、悩んだり鬱になったことあると思うよ。だって宗教入ってるからさ。やっぱこう宗教入った人って相当なんかこう追い込まれて神にすがらないとっていう感じなんじゃない？ただね、あのおかんも前と同じタイプで、病んだ時にあんまり人に言わないかな。そう、いや、でもあんま言うのはやめとく、うん、そう、そうだね、うん。たくまくんとユニバは、そうだね。でもあのちょっと最近ちょっとたくまくんにヘイトが向いちゃってるから、ちょっとやめとこうかな、話題やめとこうかなって感じ。配信つけたかったんだけど、まあちょっとやめとこうかな。あ、ふわかぱありがとう。なんで29号さん知ってんの？なんで知ってんの？
そう、私ヘイト向きたくないからさ、宗教の力大きいよね。居場所ができるし、すがれる自分のコミュニティができる。そうそうそう、そうだね。そうだから、そう、向けちゃうから話題にしない方がいいなって思って、話題にするのちょっと気をつけよう、あのちょっとの間。そうしよう。ありがとう、ふわカップありがとう。そう、いや別になんかそう騙されてるとか騙してるとかそういうわけじゃないよ。全くそういうわけじゃないからね。だからまあ仲いいんだよ本当に。あ、サブからもありがとう、クーちゃんもありがとう。あ、花粉の薬飲んどこうかな。まあ、せっかくあのカシンくんがさ、多分昨日の、まあだから24時間待機してくれてんのかな、もしかして。まあせっかくだからカシンくんの車でどっか行こうかな。私行ったことあるよ、宗教てか、その連れてかれた子供の頃で、連れてかれて、なんかね、子供部屋みたいなのがあってね、なんかその子供部屋になんか監禁されて、子供たちはで、なんかね、変なねアニメを見せられるので、そのアニメのなんか絵のクオリティもなんか北朝鮮みたいな、わかる、すごいうさんくさい絵のタッチのさアニメを見せられるので、そのまあ神様がさ、なんかこう井戸に手を添えたら水が湧き上がったとか、なんかこう空を飛んだ、なんか宙に浮いたとかね、なんかそういううさんくさいテレビを見せられて、でその後にそのまあ言いたくないんだけど、私言えるんだけど、その呪文みたいなこと今でも言えるんだけど、それを覚えさせられるんだよね。もう言える私、なんとかなんとかさ、なんとか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 、その言葉があるんだけど、そう、それをずっとなんか練習させられるのね。そうそう、それを子供の頃によくやられてた。そう、なんかあんまりいいイメージがないんだよね。なんかうちのおかんがすごすぎちゃってさ、なんかね、でそのなんかこう信じてほしいからさ、信じてほしいから嘘つくしね、なんかおかんもなんかあのなんか通り魔にあって刺されたんだけど大丈夫で、ポケットにそのお守りがあったからとか、絶対嘘じゃん、絶対嘘なんだけど。あちゃんありがとう。私は宗教はハマんなかった。でもおかんがハマってなかったら、もしかしてたらハマってたかもしれない。イベント1位になれる配信を頑張れ。今んとこ1位ですけどね、今んとこ1位ですけど。あ、くっちゃんもありがとう。ただちょっと総合を上げたいですね、総合を、総合トップ10目指して、あと1万ポイントか。うちくんとはどういう関係？お友達。あ、そうだ、そういえばみんな大雪エリアの、あ、さくらちゃんありがとう。大雪エリアの中村くんが来週誕生日だって。
大切エリアの中村くんが誕生日だから祝ってあげないとね。中村くんどうしようかな、ケーキ買ってなんかね、お祝いしないと。なんかただ中村くんに何をあげたらいいんだろう。中村くんに、中村くんに何あげたらいいんだろう。わかんない、男の子って何が、うん、そうそうそう、中村くんの税理士も紹介してもらうしね。そうだね、メガネ拭くやつ、なんだろう、なんだろうな。中村くんってどういう配信してる？ホットプレート、なんだろう、目、あー、ジラピケパジャマか、それ無難だね。そうだね、ジラピケパジャマか、超音波でメガネ洗うやつ。いや、そういうの使わないって絶対。あージラピケ無難だよね。なんかさ、友達とかでもさ、ジラピケあげ合ってたな、一時。本当に。ずーっとジラピケあげ合ってた。うん。あ、そっか、レーシックにしたね。うん。まあ、いいんじゃない？ジラピケ。ジラピケ無難だわ。うん。日焼け。短パンがないって言ってた、うん、警備グッズセット、あー、なるほどね。警備グッズってどこで売ってんだろう。なんかヘルメットとか配信で使えそうだよね。うん、なんかドンキかな、ドンキ。ジラピケ、うん、ジラピケ、うん、そうだね、お肌の治安悪いから化粧水とか。え、だったらさ、マジでさ、あるあげたいんだけど、でも 買わないとね、あれだよね、誕生日だから。ある、もう段ボールに箱買いしてるスキンケアあるな、うん、美意識芽生えた。あれ、カシンくん、カシンくんさ、あの昨日ね、私深夜の3時かな、あ、深夜の3時、嘘ついた、あの12時かな、夜中の12時最後ベランダ見た時にさ、赤い車あったんだけど、あれってカシンくん？なんか香川さんがコメントしてきて、ちょっと外見てみてほしいって言って見たらさ、赤い車あったんだよね。え、そうなんだよね。え、カシンくんって今どこにいんの？いや、カシンくん、あそこさ、高いってパーキング。マジで高いって。あの、まあ、ストーカーするんだったらもっとコスパいいとこ探さないと。こんなのさ、毎度やってたらバカになんないって、カシンくん。お金が心配だから。あそこ高いんですよ、ほんとね。近くにいる。え、今日車で寝てたのじゃん。まあ、カシンくん、まあ実は今日おかんとさ、まあ、手巻き寿司パーティーなんだけど、まあまあちょっとはいくら食べてもいいよ、ちょっとだけ、ちょっとだけいくらあげるよ、うん、ちょっとだけね、でも、うん、いや、お金どうしてんだろう。あ、
ただおかんとはちょっと合わせることはできないけど、おかんもさすがにちょっとビビっちゃうからさ、まあちょっとだけね、うん、初めましてだって合わせないって、ちょっとおかんとある程度配信して、おかんが帰ったらね、まあそれまで待機できるんだったら、いやビビると思う、うん、ビビると思うよ。あ、タコちゃんじゃおかんにはもうね、すでにあげた、プレゼントした。あ、あげてないかな、うん、あ、そうなんだ。ってことは何時間待機してる今日は。今日って何時間待機なの。いや、すごいね、私ね、さすがに2日寝てなかったからさ、今日はちょっと半日寝ちゃった。今起きたもんね。あ、23時間か、今んところだもんね。すごいな、ほんと。そんな人と出会ったの初めてですね。うん、お金大丈夫？パーキングエリアの24時間ってさ、バカになんないもんね。うん、いやでも私、キチガイが今まで過去多かったから、そうだね、なんか別にそんなびっくりしない。家臣くんに似たような人ね、過去ね、もう私だから家臣くんっていうか、そう、変わった人と本当にご縁があるから、なんかね、慣れてるんですよね、私。おにぎりベランダから落としてうん、いや本当にそうなんだよ、慣れてんの本当に、うん、じゃあきゅうりを切って卵焼きを切ってでいいかな。うん、家臣くん酒も飲まずご飯も食べず毎日何してんだろう何してんの、本当教えてくんないんだよ、うん、ありがとうふわかぷ、ありがとうございます。いや、ミステリアスじゃなくて恐怖なんだよね、うん、ただのミステリアスじゃなくてホラーなんだよ。あ、お茶作んないと。お茶を作らなきゃ。家臣が教えないんだよ、意外と家臣くん。この前も配信会で話したいって言うから、配信どうしたのって言ったらさ、いやだからさ、はいさ、何話してくんないんすか、なんか何も内容ないさ、それだけ。一般だったら絶対できないレベル。そうだね。福ちゃんがこんなに怯えるのはもう初めてだけど。そう。いや、私洗うの普通2回に1回。前髪ない方が可愛い。前髪伸ばそうかな、じゃあ。前髪伸ばそうかな、私。ここもうちょっと上アイロンでもっとふんってやって。こうやってやって伸ばしちゃおっかな。うん、そう、ない方が受けてるんだよね。でこれで髪の毛が長かったら、お、なんか大人っぽいんかな。うん、
前髪出すと金運が上がるらしい。そうなの。じゃあこれでちょっとメイクしてみよう。じゃあメイクしようかな、今からメイクしようかな。うん、ねえ、あーごめん、エクステとかはちょっとね、エクステとかはちょっと、あ、エンディさん、あーパンちゃん、なんかパンちゃんが、あーパンちゃんだ。エンディさんなんでパンちゃんって言うの。パンちゃんがなんかまゆちゃんとなんか会いたい、ファンらしい。パンちゃん好きだからね。いや嬉しい。まゆちゃん、パンちゃんつなげてほしいって言って、まゆちゃん人見知りだから、コラボ、電話とかで LINE で言うよりコラボ枠の方がいいかなと思った。そう、いや私めっちゃ尊敬します、まゆちゃんのこと。あ、嬉しい。パンちゃんも今度あの呼ぼうよ、なんかそのコラボみたいな。緊張しちゃう。いや、パンちゃんと会うの緊張しちゃうよ。ずっと言われてたよ、なんかまゆちゃん、まゆちゃん。そう、まゆちゃん呼んでよって言ってたの。え、本当ですか。まゆちゃん、ラブちゃん、私。いや、嬉しい。そう、パンちゃん。そうだ、エンディにまゆちゃん呼んでよって言ってたの。え、パンちゃんって東京の人なんですか。そうだよ。あ、東京なんだ。そう、で、今日エンディと遊んでんの。あ、なるほど。酒飲んで。今5時間くらい飲んでるのよ。うん、いいな。そう、まゆちゃんもおいで。まゆちゃんもおいでよ。いや、私今日ね、イベントで、あれなの、イベント中、今からおかんと、イベント中、イベント中だし、今からちょっとね、おかんと手巻き寿司するから。かぶせちゃうから。たくまと戻ったの。いや、戻ってないかぶせていい。え、どういうこと、どういうこと。まゆちゃんとイベント、カテゴリー一緒に、うん、だっていないの。あの、ホロラの木いなくなっちゃったからさ。今、売名行為に走ってんだけど。いや、だって、2日目に出たら、ちょっと、ね、やっぱ初日から出ないと。まゆちゃん、何？イベント出てんの？イベント出てますけど。まゆちゃん来てよ。まゆちゃん来てよ。会いたい。いや、私、今日ね、企画があって、たくまと遊んでる場合じゃない。どうしようかな。どこで飲んでんですか、ちなみに。立川だよね。立川。あ、立川、神奈川じゃん。神奈川じゃねえし、府中の方で、府中から近い、府中から。東京だし、府中の方。いや、私あれだよ、でも来れるとしても遅いですよ。じゃあまゆちゃんち行くか。どこの名前で。いや、だって違う、今から。まゆちゃんってどこの、どこ。エンディさん知ってる、知ってるけど、言わない方がいいよね。でも私、今からおかんと配信するんです。母親とおかんと配信する。おかんさん、ねえ、これウーロンハイが来てんだけど、マジでイベントでお母さんとコラボ。さすがに、てか、だってイベント出たかったけどさ、だからおかんと解散してないから出てないだったら、ちょっと顔出し。なに、まゆちゃんのこと待たなきゃいけない系。おかんバイバイするまで。おかん家から遠く、あ、そうだ。いや、うち、車で行けるんで、別にちょっと顔出し3時間とかできます。あ、そうな。まゆちゃんと足立区じゃないの。まあ、近いですね。うん、もっと近い。あ、そうな。西東京系だよ。そうなの。ちょっと、パンちゃん、私のこと本当に好きなのかな。パン。いや、めっちゃ、まゆちゃん、だって私のこと好きって。耳打ちするね。うん。マイナーとか。マイナーじゃないだろ。マイナーじゃないでしょ。いや、なんか、パンちゃん、実は、匿名で、なんとか。うん、でも私はさ、もうさ、まゆちゃんお金ないけど付き合ってくれる？いや、私もお金ないですよ。お金ないけど。あ、全然お金なくても全然。いい？まゆちゃんじゃ何歳？まゆちゃん32？違う、ごめん。あんたは？そう、だから私、いや、
私35パンちゃんのことを年下だと思ってて35っていやガチで年下のことだと思ってて、でも可愛いよね、びっくりしちゃった、ね、マジで分かる、うん、また次の機会にとか書いてみて5時間飲んでるでしょ、なんで避けようとしてるの、パリピとは合わないとか5時間飲んでるでしょ、私行けるとして多分3時間後とかですよ、てか逆にこっちから行こうか、あ、車でタクシーこっちから行こうか、あ、暇だしね、3時間後くらいにこっちから行っても、うんうん、電車乗っても、うちらイベント出てないからさ、うん、そう、イベント出ようと思ったけどさ、もう泣きしないのよ、あ、全然ちょっと、それでも付き合ってくれる、まあ、30分やってるんですけど、有料ゼロなんです、いや、全然全然ランクとかじゃなくて、まゆちゃん付き合ってくれるかな、いやでもなんかいい、ファンちゃん、ファンちゃんとエンディさんなんか陽キャ感が、エンディ陽キャ感が、なんかエンディさん、あれ陽キャ感なんそんなにえ、クラブとか来たいよねまゆちゃんとクラブ、いや、いないですよ、ね、まゆちゃんさ、男紹介してよ、私、セックスに近くて、いないですよ、たくまは無理だよ、うん、じゃあ、私ってやっぱ頭おかしいのかな、やっぱおかしい、じゃあちょっとお互い様かせっかくなんでちょっと バトルしてみてもいいですか、心もバトル来たけど大丈夫、じゃあちょっとお願いします、大丈夫かな、見ない、まゆちゃん、やめてよ、俺イベント出てないけど、ね、でも私も有料ゼロ個なんですよ、で、投げしもいないんだけど大丈夫そう、やめてよって何、ね、まゆちゃん、やめてよ、あ、ま、ゆなちゃんもありがとうやめてよやめてよ、これある、これお願いします、あ、みんなありがとう、ミニアイテム、ゼロあるよ、ね、ちょっとあ、マイちゃんにやってよ、陽キャに勝ちたい、みんなマイちゃんに勝ちたいんでイベント全然入ってるとね、国税入ってるんで、お願いします、魚釣りしたいんですけど、魚釣り、マイちゃんにお願いします、マイちゃんに勝ったらじゃあパンちゃんと行きます、じゃあそうだね、あ、マイちゃんに勝った、勝ったらマイちゃんちリアクションしました、あ、いいね、ありがとう、ケピありがとう、マイちゃんの家に行かせたい人は会いたいもん、お願いします、お願いします、メガホンもポイントになる、お願いします、でゼロやば、やばない、ゼロやばい、ゼロだと思うで、マジで私もう本当に今月終わると思うで、いやマジで、ほんとマイちゃんいないのよ、社長がいないの、花火とかプラット、社長消えた、ありますね、まあ確かに、でもそういうのってあるじゃん、あるでしょ、でもマイちゃんと会いたいんだよ、マイ、はい、ちゃん女の配信は結構嫌いなんだけど、まゆちゃんと誰だっけ、あと好きなのゆまるは嫌いですよ、これはゆまるは嫌い、でも言ったんだよね、まゆちゃんあんま女の配信者とコラボしないと思うよって言ったら、あ、でもあのゆまるちゃん復活したらしいですよ、あ、ありがとう、10個うん、復活したらしい、あ、ゆまるはにちょっと苦手かも、復活したん、うん、あいつってつまんないよね、寒いよね、だからちょっとやだ、ユマルはちょっと NG、ありがとう、スイちゃん、あ、キャリーちゃんいい、キャリーは好きだったけど、うん、本当に気持ち悪いなと思っちゃった、あ、メロチ、あ、メロチが好き、わかった、このじゃあメロンちゃんが私の推しなの、でもキャリーちゃんはなんか性格悪そう、こういうサムネの子だよ、悪くない、悪くないの、いやだ、あ、フラカップありがとう、ここ誰かバイチャレしませんかそうなんだ、私の推しはね、メロチなの、うん、あ、みほちゃんありがとう、キャリーちゃんかわいい、キャリーちゃんかわいいよ、ね、あの配信外とかで遊んだり仲いいの、じゃあさ、まゆちゃんがさ嫌いな女配信言えないけど教えて、いや、言えないよ、それはもう、うん、もう名前出しちゃいけない、名前出しちゃいけない人かな、誰、苦手、苦手系、うん、
え、まゆちゃんでも結構さ、私まゆちゃん好きよ。だからもう、かわいい。え、何？あんちゃんがめっちゃずっと気に入ってる。本当にそう、言ったよね、エンディにも。まゆちゃんかわいいって。え、でもね、エンディさん結構私のディスるんですよ、でも。あ、ミーコ、ミーコは NG でしょ？誰？ミカ、エンディ、ミスるの？言うじゃないですか。なんて？まゆちゃんのこと。まあ、確かに。配信多すぎんじゃない？まゆちゃん、いや、俺、まゆちゃんと配信外で食事したことないから、まあね、食事ってか別に食事しなくてもいいけど。私、エンディに全部言っちゃった、今日初めて会って。でも俺、配信外で腹黒いとか言ってないよね、まゆちゃん。言ってない。だからエンディって、2時間しゃべってたけど、まゆちゃんのこと1回も腹黒いって言ってない。私、エンディの、エンディってまゆちゃん好きなんじゃないさ。あ、まゆちゃんいい子も、嬉しい。配信上しか会ったことないけどって言ってた。あ、これ私、エンディは悪く言わないよ。配信中は悪く言っても、配信外は悪く言わない。言わないね。言わなかった。うん、私は全部っていうか全部言っちゃったけど、10個ないっす。エンタメっていうか、だって実際まゆちゃんと配信中しか会ったことないから。まゆちゃんは私すごい抱きしめたくなっちゃった。あの韓国の時に、なんかまゆちゃん差し込み、あ、30秒で誰か差し込んで、みっちゃん、ね、45点、みっちゃん配信引退するか俺。いっぱい出てほしいみたい。10個来た。みっちゃん爆投げ来た。みっちゃんナイス。1万5000で大久保公園立っていいですか？10個勝ちたい。よしよし、稼げんのかな。よし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 、みっちゃんありがとう。ナイチューたくめちゃん、ラブチン、あ、勝ちました。エンディが見てくれるから。勝ちました。あー、ありがとう。ラブチン、ラブチン、チンチン舐めさして。ありがとう。え、今日はどういう予定なんですか？あ、ありがとう。今日はパンちゃんとエンジさん、どういう予定？ん？飲み腐れる予定だった。そう、さっきまでね、もう一人いて、ね。で、まだ長飲みする。一人帰った感じ。うん、そう。うん。で、まゆちゃんが配信してたからコラボに行った。うんうんうん。なんか電話しようみたいな感じになって、うちの枠で。No. うんうん、うん、あ、なるほどね。コラボ枠やってたらコラボの方が絶対いいじゃん。そう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 。ね、やってて、まゆちゃんやってたから。パンちゃん弱いよとか言って、こっち帰れよ。まあ、私、だから、お前投げてないだろ。まあ、あと20分後にちょっとおかんが来るから。おまけだよ。で、なんか、そう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 。え、おかんと配信。え、じゃあ、あれ、バトル、私に負けたから。何時に行けばいい？いや、バトルじゃなくて、何時に行けばいい？あの、実は、カシンくんって知ってます？まゆちゃん。誰？まあ、カシンくんって、私、運転手がいて。誰？心臓障害者。カシンくんが、カシンって心臓障害者。あの、24時間待機してて、うちの家の前で、車で。うん。だから、いや、そいつってこと？持ってきてくれる？こっちに。あ、今、お店なんかなんや。え、カシン君って人は何、ね、何、あの、運転手なの？どこ？じゃあ、ちょっとこっちによこしてよ。マイちゃん、マイちゃん実行。いや、マネージャーですよ、マネージャー。いや、マイちゃんの、だってラジコンなんでしょ？だ、それにどれかやってもらう。甘えれいいか。甘えていいか。いや、うち汚いけどな。汚いからな。カシンって誰？知らないんだけど。え、なに？どっかの。まゆちゃんちじゃない方がいい。ちゃんとかエンディさんちとかじゃないんだね、じゃあね。そこらへんの。うんうん。なんで？立川にいる、立川にいる。今は立川にいるよ。私、地元立川なの。で、ちょっと、あの、折り返しました。地元はね。ちょっと。そうそうそう。あ、たぶんコラボする。電話して、電話からコラボ。こちらバトル、うん、あ、パンちゃん、エンディさんありがとうございます。了解。これエンディの、いや、私もパンちゃん会いたいんですよ。でもまゆちゃんに私は会いたいんだけど。会いたい、ほんとに会いたいよ、ね。え、じゃあパンちゃん、ちょっとまたあの折り返します、コラボ。みっちゃん爆投げナイスでした。みっちゃんありがとうございます。いや、私パンちゃん好きだよ。
実はパンちゃんとあの匿名で文通してるからね、みんなにバレないように。こういいじゃん、こうズバッとしててさ。ただあと20分後に来るからね。やべ、お米がまだあと40分後だ、炊けんの。イベント終わったらに、だってほら、カシンくんとも、だってさ、カシンくんとも会うけど、イベント中だよ。ダメなんかな。うん。うん。そうそうそう、はっきりしてて、私はパンちゃん好きなの。嫌だな、でも、パンちゃんとコラボして、パンちゃんにヘイト向くの嫌だな。うん。うん。いや、私言われても別に傷つかないよ。そう、あ、そうなんだ、ゆまりとパンちゃんは喧嘩したって。そうなんだ。うん、あ、ごめん、ちょっと待って、 LINE 来た。今おかんがスーパーで買ってるから、じゃあ私ちょっと広角やります。よし、作るか。とりあえず卵焼き。あ、ごめん、ちょっと待って。急げ。そうそう、プチューンイベント出てます。これプチューン出してみたい、プチューン出してみたいよ。じゃ卵3個、卵3個。今当たった人いた？マジかよ。忍法さんやってる。忍法さんに後でバトル挑む。で、忍法さんに勝ったらコラボしてもらおう。忍法さんに勝って後で挑みます。いいな、プチュン当たった人。うん、え、何、今回初？ちょっと待って、
ひろゆき見てない。いやもうずっと死んだように寝てた。死んだように寝たら元気になったな。12人っていうのはそれ過去じゃないの？過去今までのとかじゃなくて今回だけで12人。そんなに出てんの？なんで私出ないんだ。じゃあ、うん、プラチナプラスの戦いになるんですね。最近日報さん見てないな。でも私めだあの卵焼きうまいから見てて、教えてあげる。どうや？どうや？熱っ。この前油が多すぎたんだな。この前よりなんか上手かも。かっこいい。半熟すぎたかも。半熟すぎ。あ、いいじゃん。綺麗じゃないですか。綺麗にできた。これをこうやって切ればいいんだ。あっち。そう、私器用だから。で、きゅうり。
充電ない。いや、だし巻き卵じゃなくて、ほら、あの巻き寿司に、ま、巻くから、うん、そういや、リスナーさんがさ、いくら買ってき、あのプレゼントしてくれたから、まあ、せっかくだから食べようかなって。どうやって切る？キュウリどうやって切る？どうやって切る？あ、みほちゃんおはよう。そう、手巻き寿司用のキュウリどうしよう。なんかこういう感じ？こうだよね。こういう感じじゃない？こんな感じかな。なんか酔ってたな、パンちゃんとエンディさん。ふわかぷありがとう。私パンちゃんにね会いたいんだよ本当に。パンちゃんなんで舞のこと好きなんだろう。でもパンちゃんってこれキュウリエリア、キュウリエリア、切るものは、これ冷蔵庫入れとこ、冷まして。あ、これ一回カットしなきゃいけないか。これも違うの、ほらコラボするとさ広角外れちゃうから広角レンズつけてんの。でこれはどうする？長いよね。ここ切ってこうやってやる？な、長すぎちゃうよねこれ手巻きだとしても。こんぐらいあるから、うまそう。ママまた2試合なんでなん、誰に、同じ人に、それ本当か。
つ。ね、美味しそうだね。最近全然料理してないんだよね。あれ、なんだったっけ？あ、こうか。味見しよう。あ、うまっ。やっぱさ、マヨネーズの卵焼きマジうまい。マヨネーズ入り。冷まして、熱い。熱っ。カチ熱い。汗かいた。これからそうだね、もううちは犬いるから、まあ5月ぐらいにはもう冷房も24時間体制になるな。熱っ。熱っ。犬飼ってるとね、電気代がちょっとねバカになりませんよ。ほんといくらもあるよ、冷蔵庫にある。冷蔵庫にある。まいちゃん、脇ボトしたことない？脱毛したら。私そんなことないけど、そんなことないね。あの、背中めっちゃ汗かくタイプかな。脇とか全然かかない、汗。どうしようかな。家臣と絡むのやめて。え、なんでなんで？マネージャーだよ。なんで？なんでだろう。15号さん、男性リスナーさんとかってこと？うん。いや、家臣くんめっちゃあの受けいいけどね。うん。つ。カシン君見てる分には、うん、いい人だよね。別に絶対帰るし。あー、アリスちゃん、アリスちゃんナイス。ふわっちいちごありがとう、ありがとう。そうだよね。なんでだろう。
やばいね、ネックレスしてるの珍しいっていうか、あの取ったり外したりするのがめんどくさいだっけな。窓開けよう、暑い。いや、欲しい人いたら全然売ります、うん、おかんはね、もう今ただいまって感じかな。ただメイクしたかったな、せっかくだからメイクしたかった。なんかこの横分けでメイクしたら どんな感じなのか見たかったな。まあいっか、うん、だって今から来たら時間がないじゃん、うん、でも私メイク早いからね、してみてもいいけど、今日出かけたいんだよ、まあ、パンちゃんとエンディさんは分かんないけど出かけたかったんだよね今日。もうせっかくだしメイクしようかな。カシン君似てるよ、絶対やめてね。いや、あの、なんでかっていうと、もう季節が終わっちゃうじゃん、あの季節が。桜が散るじゃん、もうあと数日後。だからもうこの前上野行ったでしょ、でうちんちの前も行ったし、まあ、せっかくだったら夜のライトアップされた目黒川とかね、行った方がよくない？もう明日雨っしょ、そんで、うん、だからメイクしようかなって思って、夜桜目黒川の、うん、私も昨日上の、あ、本当、夜雨降る、ちょっと待って、深夜だね、深夜からでしょ、深夜からでしょ降るの、さすがにそんな時間はいかないけど、うん、ね、上野公園良かったけど、やっぱ人がすごかったけど綺麗だった、とても。私の気も上野行ってきた、天気良かったもんね、昨日だけ。あと3日間ぐらい雨じゃん。じゃあメイクしよっか、うん、里見さんいた？あ、そうそうなんだ、チューリップも綺麗に咲いてるとこ、それうちんちの前じゃない？じゃあちょっと待って、その前にトイレしよう。
痛い。お腹痛い。ヘアピンなかったっけな、ヘアピン。あ、体重測ってみよう。何キロでしょうか。何キロでしょうか。あ、すごい。すごい。50キロだった。50.6 だから、洋服脱いだら 49.8 ぐらい。あと2キロだね。あと2キロ。ヘアピンなかったっけ、うちヘアピン。ママとか行かない。あ、行くのあれでしょ、29日。サボちゃん大丈夫でしょ。なんかさ、昨日さ寝不足でさ配信やってたらさ、めっちゃ顔がローバみたいだったの。見てた？ありがとうふわかぷ。めっちゃ疲れ切ってた。で今日もさ、まあ、今日12時間は寝たか。疲れてたよ。寝てなかったからね。ふわかぱありがとう。時間ないし、早技する。早技化粧水だけ。あー、撮り直そうかな、メイク終わったら。広角にしたいから。ありがとうね、十五さん。延期神社行くって怖いね。行った方がいいね、それね。私も行く。
そう、なんかまた20万取られたってハト来てたけど、本当なのそれ。どうやって取れんの。どうしようかな。あ、水木ちゃんありがとう。あ、りんなちゃん、ゾウさんありがとう。どっちでやろうかな、メイク。いや、地べたに座ろう。地べたに座ってやろう。りんなちゃんありがとうね。なんか地べたでやりたい気分。米が炊いて、あれ、うち海苔あったっけ。海苔あった。海苔やばい、海苔がないかもしれない。あ、あったあった、ありました。ありました。まあ、2人でこんなもんか。これで簡単酢で。ねえねえキャリーちゃん、スーパーナイスくんとさ復縁したの。 TikTok 見たよ。あのツイート見た。スーパーナイスくんになんか爆投げしてもらってて復縁したの。よいしょ。キャリーちゃん復縁してないの。お似合いだよ、お似合い。ね、元生に戻ったりしてね。元生にさ、あら、うん、恋の春、そうだね、恋の青春じゃん、青春。アップにしよう。青春吹け。
まゆちゃんの悪口言ってんじゃねえぞまゆちゃんの悪口言ったら許さんからな。思ったよ、まゆちゃん。似てる。そう、キャリーちゃんの名任して。私仲良くなった人みんなできると思う。地声の前、いやキャリーちゃん別に地声なんだけど、怒った時ちょっと低いんだよね。いや、こうきちゃん、あ、ねえねえねえ、こうきちゃん、バンになったの。こうきちゃん。リスワン頑張ってなかった？なんでバンになったの？そう、バンになったって。なんでなの？何バンそれ？あ、一日バンか。なんかみんながさタイトルにしてたから、え、なんかあったんかな、リスナー恐喝。うるさいから、え、だとしたら厳しすぎ、厳しくない？フーク、そっちダメだってな。フーク危ないって。ヒコポンの動画つ、へえ、ありがとうございます、カプセル。そうなんだ。こうきちゃんね、東京来るって話どうなったんだろう。ね、来るって言ってた。もしかしたらさ、パンちゃんと会うかもしんないから、しっかりメイクしないとね。ね、可愛い子とコラボすると適当だと言われちゃうから。言われるからね。私ね、男の時は適当なんだけど、女の時逆にメイクすんの。わかる？これちゃんとしないとさ、ダメじゃん。パンちゃん、あ、でもね、わかんない、パンちゃんも酔ってたからわかんない、するかどうかは。あ、そうそう、女子会の時の方がおしゃれするよね。なんでなんだろう。前もそういうタイプ。なんかこう、舐められないようにとかさ。マユタとパンちゃん顔立ち似てる。え、嬉しい。でも前もそんな気がする。てってってって。まあ別にパンちゃん敵ってわけじゃないんだけど。なんか可愛いって思われたいんだけど。単純にパンちゃんに可愛いと思われたいな。私メイク早いかも。あと多分5分でできる。
何着ようかな。今日って寒いんかな。ね。ありがとうふわカップ。あったかいの？あ、そうなんだ。ね、カシンくんって何してんの？マジで。カシンくん。何してんの？あ、またピンクやっちゃった。茶色したかったの忘れてた。もう癖で。たまには茶色シャドウって思ったら忘れてた。癖で。カシンくん24時間待機してる。ガチで。だからじゃあ待機しながら何してんの、うん、配信と YouTube と日記。カシンくん掃除の YouTube 見てよ。お家汚いんだけど。この映り漏れない。あれ、うん、あ、でもマスカラ、あ、前成長日記4月8日。あ、皆さん今日カシンくんマネージャー1年記念、あ、1ヶ月記念日です。カシンくんあっという間でね、時ってさ。1ヶ月記念日、こんなもんだっけ、メイクって。うん、忍法さん、あのコラボバトルしたいです。忍法さんめだ、かわいいじゃん。忍法さんに挑むから、今から。解除された。で、勝ったら忍法さんとデートしてもらう。マユが勝ったら忍法さんとデート。次はマユが忍法さんストーカー。勝ったらデートしてくださいって。どう？絶対面白いって。忍法さんとコラボしたら絶対面白いって。絶対湧くって。みんな協力してほしい。
絶対湧くから。歴史を刻もうぜ。OK かな。よし、よいしょ。めくこんな感じで。ちょっと待って。何着ようかな。何着ようかな。あ、これ着る。今度こそこれ着る。これにデニムでいいや。これどうやって着るんだろう。腕をこれで T シャツとかでもめっちゃ可愛いんだって。あの上級者の友達が言ってた。これ着ます。うん、パジャマじゃないから。そう、これね、人気で再入荷して買ったんだよ。これメゾスペシャル。これにデニム。デニムどこやった？あ、デニム落ちてた。これで、そう、メゾスペ、そう、上級者だよね。前の友達上級者だからさ、うん、よいしょ。前は上級者のおしゃれを着こなせる女になる。まゆたおしゃれ編なんで。やばい、これお腹出る感じ。ねえねえ、あのさ、こういうのがいいか。こういうなんかダラダラ系に外観、ダラダラデニム。これはあの、ブラックマウジー、あのこれでいいや。これあの結構アップめだから。どうなってんのこれ。ちょっと待って。硬い。あ、硬い。この紐何。あ、こうやってギュッてさせて。あ、でもこっちもあるんだよな。こっちも
どういうこと？え、なんか芋っぽいんだけど。なんか違うんだけど、これ下が違うんじゃない？でも上かわいい、この腕の感じ。腕かわいい。他にデニムだから。これでいいんじゃない？これで。これでいいんじゃない？ホワイトデニムなんてないよ。あるか。デニムじゃないわ。なんかダボっとすると芋っぽくなっちゃう。だ季節春だからね、これ春物だから、うん、よいしょ。やばいな、これは。でもこれはちょっとやばいな、どうしようどうしよう。かわいいのに、これまだ早い、まだお腹出せない、まだお腹出せないな。まだ出せないよ。だってさすがにこれで外歩いたらどうしようかな。あ、これとか確かこのセットアップで見たな。これそれじゃ買ったんだよな。どうしよう。あ、いいこと考えた。 T シャツ、アメリの超高級 T シャツ。
今からあの化学反応を起こす。かわいい、どう？かわいくない？ほら、かわいいじゃん。上級者って感じ。上級者。こうやって着こなしちゃうところね。Tシャツとあえて。じゃあ出かけるよ。これでお花見行こうかな。うん、じゃあこれでいいや。じゃあ髪の毛やって、おかん来ちゃうからね。よいしょ。ちょっとやばい、ヘアピンなかった？ヘアピン、前髪止めたいんだけど、ピンがないと止めれないんだけど。よいしょ。忍法さんバトル挑むよ。ちょっと髪の毛やりたい。忍法さんにも見せてみよう。どう？ってで、この中の前髪を入れる。あ、おかん来ちゃった。もういいやと思って。おかん来ちゃった。ふけ。髪の毛どうしようかな。の前に忍法さん一戦お願いします。忍法さん一戦お願いします。忍法さん、あ、ごめん、
ちょっと待ってね。よし、みんな、忍法さん、あれ忍法さんってコラボやってないの？コラボバトルいないんだけど、忍法さんいないじゃん。あね、おかん、ちょっとさ、外のやつさ、服をちょっと洗濯だけ出してほしい。洗濯バサミじゃなくて。あ、来た。いくら？2090円。面白い洋服着てんね。え、面白い洋服着てんね。何面白い洋服って。いや、その洋服韓国。え、なんか変わってない？どこが変わってんの？ちょっとあんま見たことない。あ、かまぼこ、かまぼこ、ボイルイカ半額。あ、お刺身、あ、いいじゃん、200円引きで。あれ引き嬉しいよ。つぶーに、またこれはじゃあカシンくんに取っとこうか。割と、よし、じゃあちょっと髪の毛やりたい。ちゃんと髪の毛、ちょっとボサボサだから髪の毛ちゃんとやるか。じゃあだからあえてシャツ着ないんだって、上級者は。上級者の友達があえて T シャツにこういうの着ちゃうところがあのプロだよって、言ってた。ちょっとアイロンします。いや、それ本当だよ。みんなが知らないだけ、上級者を。で、今日はちょっとあの色気出すから、うちはやめてまっすぐにする。メゾスペならわかる。そう、メゾスペってそういう結構上級系みたい。熱っ、後ろ。何、後ろやばいって何？何？どうなってんの？見えないんだけど、何なん？え？逆？なんで逆とかわかんの？
あ、でも合ってるっぽいかもしれん。え、でもそしたらさ、ここがだらけちゃうよ、だって違くない？違うと思うよ。これが後ろだって。おかしいってこれ。おかしいって。おかしいってこれ。緩んだら取れちゃうもん。おかしい。これは絶対おかしい。うん、絶対これ後ろだよ。後ろで。言ったけどこれ3万するからね。あんま舐めない方がいいよ。これ3万するんだから。メゾスペ高いからね。嘘じゃないよ。再入荷して買ったんだから。これ嘘じゃない。メゾスペ高いんだよ本当に。うん、高級なんだよ。だから上級者の高い服だよ。これをこうかな。あ、ミスった。どうしたらいいんだこれ。マネキンはなんかこれにワイシャツになんかピンクのデカパンでなんか外人が着こなしてる感じだよね。難しいよね、メゾスペをさ、アジアの人間が着こなすっていうのは。全部外人だったからさ。でもそこで着こなすのがまゆちゃんだよ。合ってる、絶対合ってる。これで え、だって私言っとけ、今トータル10万円だからね。トータル10万円だよ。これアミリの T シャツもこれ3万するしな。これはもらったんだけどさ、誕生日プレゼントで。でこのデニム、あの意外とアルマーニだからね。あっつい。いいか、こんな感じで。よし、じゃあおかんと手巻き食べるか。あ、全部出してくれた？そしたらさ、ちょっと支度するから、あのこの前みたいなテーブルと椅子のあれにしてほしいわ。よし、手巻き食べます。てかこれこのまま出してもいいんかな。中トロ、ブリ、赤身、サーモン。これで580円って安くない？
とボイルイカと大葉と納豆巻き食べるっしょ、うん、紐をタラッと垂らすのがマジか。へえ、あ、調べてくれたん。これ3万するっしょ。わかんない、2万8000かな。でも それぐらいだよ、ほんと。なんかわかんないね。だこれがおしゃれなんだ、タラッとすんのが。これがおしゃれなんだ。こうやってタラッとさせてインして。でも確かになんかさ、めっちゃおしゃれじゃない？おしゃれだな、確かに。見慣れないんだろうね、こういうおしゃれな感じが。眉はきっと周りもさ、そう、印象操作だ、印象操作。うん、お腹減ったね。減った。最近何調子どうか。お疲れよ、クジラ見に行って。あ、そう、私ね、まあ今日夜さ、あの花見してくるわ。え、うん、今から？そう、夜桜見ようかなって。こっから見える？いや、目黒川行っても行こうかなって。へー、うん、目黒川明日は4時間待ちだって。え、今？うん、え、そんな混んでんの？うん、なんで？今日テレビでやってた、桜だから。うん、じゃあ今日混んでんだ、きっと。夜桜混んでんじゃん。ライトアップも何時までだろう。いや、私だって目黒川なんて行く機会そんなないからさ、うん、ねえ、そう、行くんだったらまあ今日か、もう今日だね。おかん行くんだったら今日だよね。そうだね、うん、明日から雨だしね。そうだな。いや、秋子ママの店行かないよ。お酒飲みたくない、そんな。あきこママの店は29日だね。全国から来る人気スポット。じゃあみんなで、あの、見納めだね、今日。今日が見納め、桜、うん、おかん、うん、まあリスナーさんからね、うん、まあいくら届いたから。桜届いた？イクラが届いたの、うんうん、だから食べる。じゃあイクラを、うん、腹ペコよ、うん、で、おかん分かる、このおしゃれさ。うん、あんまよく分かんない。格好着みたい。は？は？どこが？なんか格好着に似てるよね、昔の。そんなこと言ったら、おかんだってさ、うん、迷彩柄好きでさ、一時全身迷彩柄着て、もう軍隊だってじゃん。そういう軍隊よ。おかん結構ダサいからね、わかんないんだと思う。これ、あの、最新だからさ。いや、マジで、帽子からつま先まで迷彩だった時あるよ、おかん。よし、じゃあ撮り直します。皆さん、ちょっと広角外れちゃったから撮り直すわ。
みんな戻ってきてほしい。今から寿司パーが始まるよ。取り四つです。すぐ取り直すから。取り四つ。